はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日のね、歯医者の結果発表でございますけどもね、今回の先生はね、ピンチヒッターのね、あの非常勤のね、先生がね、担当してくれました。今回ね、治療した歯はなんとですね、右上奥歯の1個手前の歯やったんですよ。これ予想外の展開ですよね。こう今までのね、僕の歯の状態はですね、治療の優先順位的にはですね、右上親知らずと左下奥歯のどちらかが最優先だったと思っていたんです。それにね、その昨日のね、僕の歯の状態を見るまではね、ピンチヒッターの先生もね、左下奥歯の折れたところを治療していく予定だったみたいなんですけども、そのピンチヒッターはですね、毎回ちゃんと最初に必ず僕の歯をね、一本ずつね、鏡でこうバーってこう、まあ、流し見みたいな感じなんですけども、見ていってくれて、で今の状況をちゃんと、ね、確認してくれるんですよ。でその時ね、ピンチヒッターの頭の中でね、プランがこうガラッと、ね、変更になったようなんです。前回の先生の時に言ってた左下奥歯がね、折れたところは虫歯になってるんですけどもね、まあその他にもね、気になっているところはないですかと聞かれたんでね、まあその強くガブってこう物を噛んだ時にですね、痛むところがありますよとね、言うとですね、またこの一本一本ね、歯をね、鏡でね、ちゃんとゆっくりね、見てくれたりしてね、でその時にね、こう刺激というか、まあ歯をね、いろんな叩き方をしてね、こう痛みをね、こうカッカッカッってこう確認してくれたりしたんですよ。そして一番痛みがあったその左の真ん中ぐらいのね、まあ、上の歯をピックアップして、まだその歯をじっくりね、鏡とかで確認してもらうとですね、まあまだマシですけども、まあ、他の歯に比べると、あの虫歯がすごくひどくあるというふうにね、診断されました。でそこのね、ここのね、歯の箇所っていうのはですね、他の歯に比べると、まあ、少しだけまあ痛みが特に強かったので、まあ、今日はね、だからそのピックアップしたところやから、ここをね、こうやってくれるんかなーってね、思ってたらですね、真逆の右上の奥歯の一つ手前の歯をね、やってくれたんですよ。まあでも確かにね、そこもね、すごく痛かったんですけども、あのピンチヒッターのね、指針によりますとですね、指針って見るね、診察ですよ、指針によりますとですね、その歯はですね、虫歯のね、治療用のね、セメントがね、あのカッと詰められっぱなしのままでですね、でしかもね、そこがまだ治療が終わってない状態の歯でして、でまだこれまたね、その途中でね、置いとかれてる状態ですよって言われたんですよ。だからね、この見た目がすごいね、ひどかったらしいんです。そしてね、この歯ね、この歯があるとするじゃないですか。なら、こっちがベロで、こっちがほっぺたっかとするとですね、あの内側と外側にもね、その虫歯の穴が開いているから、ピンチヒッター的にはこの歯を最優先した方がいいよとね、判断して、ここのね、歯の治療がね、まあ、進んでいこうとしたんですけどもね、まあ、でも僕的にはですね、この歯よりも、このね、この歯よりも、奥の奥の奥にある、ここのね、親知らずのね、今後もすごい教えてほしかったので、もうすかさずでピンチヒッターにね、聞いてみたんですよ。僕のその、ね、右上奥歯の親知らずはね、今後ね、どうするんですか、どうなっていくんですかねって聞いたらですね、先生結構食い気味にね、あ、親知らずはね、抜くしかないんですよ。あの、安さんのね、体のこともあったのでね、あの、まあ、手前の歯はね、抜かずにやりましたけども、あの親知らずとね、体の関係はですね、今いつもやってくれてる先生がね、よく把握してくれてますので、って感じでね、そのなんか親知らずはね、またまだまだね、あの放置がね、すごい続きそうなんですよ。でなのでね、それと同時、こっちの右上奥歯の親知らずと同時にですね、今度はその左下奥歯もね、こうそのまま放置されてね、あの逆にですよ、あの何も僕が知らんかった右上奥歯の一つ手前の歯の治療が始まりました。今回ね、する歯はですね、すでにね、その虫歯を削ってる状態の箇所だということでね、まあ、乗ってるセメントを、とりあえずドリルで削り取ってから、綺麗な歯型を取って
て、でまたね今日は仮蓋をして終わるというプランだったみたいなんですけども、内側とね外側のね虫歯の穴っていうのはですね、今回は新たにできてますので削らなあかんよということになってしまったんでね、またね今回もね麻酔から始まりました。麻酔はねすごいね期待できるというかね、安心してねやってもらえる先生なのでね、すごい今回もね無痛麻酔のような感じだったんですけどね。ほんでその麻酔を差し終わってからね、麻酔が効いてきた頃にですね、歯の表面を削ったらですね、今度はね内側をねドリルでガーって削り始めたんですけどもね、その時にですねドリルがですねこの歯茎にねこうバーって当たっていって、そこがねめっちゃ痛かったんですよ。麻酔というのはですね、歯に通ってる神経とその付近にあるこの辺の、歯茎もそうじゃないですか。だからねこういうのをね麻痺させるので、ね、外側をね削るときはね全く痛くなかったんですけども、まあ歯茎に当たってなかったからと思うんですけどね、麻酔が効いてるか知らないですけども痛くなかったんですよ。でもね内側に関してはねドリルで削るときに痛みが感じたんです。だからねこれはね麻酔をね内側にねこう針をね刺してね麻酔をね注入してなかったんですよ。だからねこっちからしか麻酔の針を刺してなかったので、こっち側には効いてなかったんでしょうね。だからね、それなりに広範囲にね虫歯って削るじゃないですか。だからそれ削ったことによってですね歯茎にもドリルの刺激を受けましたのでね、痛みがそのドリルがねこうパッパッて触れるたびにね痛っていう風な感じでね襲ってきてたんですよ。でその後にねすぐにこううがいをねさせてもらったらですね、案の定ねこう吐き出した水にはですね血が混じっててね水の色が変わっているほどでした。っていうかねうがいをしたね水がベーって吐いたらですね、その色がね色が変わるほどのね血が出てる状態っていうのはね相当出てますよね。だからほんまにね相当なね出血だったと思うんです。ほんで削り終わったその後はですね、また型取りをしてもらって銀歯を作ってもらうのでね、上も下もやったんですけども、で次回はその作ってもらった銀歯をね詰めてもらって、でこの歯は終了でございます。そしてこの歯が終わればですね、この次の次からねやっとね左下奥までね取り掛かってもらえる予定なんですよ。早いですよね。もう今までやったらねこの先俺この一本の歯の治療が終わるのにあと何回来なあかんねやろうってね思っちゃうことがですよ。そのピンチヒッターはねその治療が始まる前からね結構具体的な説明をね交えながらねこうきっちりとその来る回数っていうのをね教えてくれますし、だからそれによってねこっちもね不安も少なくて済みますのでね、これからもねそのピンチヒッターにね担当してほしいもんです。むしろねそのピンチヒッターはね非常勤なのでね、普段ね常勤している他の歯医者さんのところをね教えてもらいたいぐらいです。ここからはちょっと治療とは関係ない話なんですけども、なくはないんですけどもね、こちらのね悩みをね引き出してくれることとかね、さっきの言ってた歯を叩いてみて痛みがあるかどうか確認してくれるとかね、その前にもその歯に気になるとこないですかってこう聞かれる時とか、でそれに対応してくれてしっかりねそこの気になるポイントを見つけてくれて解決方法を、ね、説明して教えてくれるし、解決できるまでのね回数までもね教えてくれることがね患者の、ね、安心にすごいつながるんだと思っております。実際に僕もね安心してね先生に身を任せれるってことはねそういうことだと思います。たまにそういうね歯茎にドリルが当たって痛いなって思うことがあるんですけども、それをなんかチャラにできるぐらいの感じがあったんですよ。だから僕もねその美容師なので職場復帰した際にはですねお客様にそう思っていただけるようにね見習いたいところもあります。でもねその当日にね治療してもらいながらねちょっと気づいたんですけどもね、こう悩みを引き出してくれると言いましたけどもね、それってねどんどん治療せなあかん箇所がね増えていくってことですよね。それはねその綺麗になっていくのはねすごいありがたいんですけどもね、こうまだまだ悪いところがね発覚していくというね悲しさがね同時にね増えていくので、もう気持ちがねついていけるかどうかというね問題がね起こってしまいました。でもね後出しじゃんけんのようにね知らんところからね問題がパッて出てくるようなにねそのがっかり刺されるようにねすごいマシなんですけども、でもねいろんなね悪いところをしっかり教えてくれてね、それなりにこう早く直してもらえるということにはね変わりないので、この先もね僕は頑張っていきます。そんな感じでね思ってたのとは違う歯の治療が始まってしまったというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。